みなさんこんにちは、てつです私のミニフライス版にはテーブルの自動送りがありません自動送りがなくてもミイリンはできますが安定してきれいな切削面を得るために今回は自動送りを取り付けていきたいと思います今回ご紹介する私が購入したパワーフィードは出回っているものの中で一番小さいタイプのもので トルクが450ポンドインチ、ニュートンメートルに変換すると50ニュートンメートルくらいのトルクです。このくらいのトルクがあれば、小さなフライス盤のテーブルを動かすには十分なトルクでした。このように銅合金製のベベルギアが本体のドライブギアと噛み合ってシャフトを駆動して動かす仕組みです。もちろん、このパワーフィードは このフライス盤用に設計されたものではないのでそのままでは取り付けができませんこのベベルギアの内径は15.9ミリくらい私のフライス盤のシャフトは12ミリですそこで今回はこのような変換アダプターを作る動画になります前回の動画で旋盤のバイトたちを作ったので これれらを使えば作れそうですそれでは早速作っていきましょうとはいえ少し計算外のことがありましたこのパワーフィードはテーブルの右側に取り付けるように設計されていたのです私のフライス板の右側にはハンドルがありませんここに穴を開けてシャフトを延長してもいいのですが私の技術ではまだできないと 思いました困りましたがこのパワーフィードの構造を考えたら左側につけてもきちんと動作するはずです。ということで左側にに取り付けることにします Z 軸のハンドルとの位置が近いので取り付けはこの Z 軸のハンドルを避けるようにパワーーフィードを傾けけて取り付けますこのように取り付ければ大丈夫そうです。 簡単な設計図を描きました精度の必要な回転する部品なので独立式の四つ爪チャックでつかみます四つ爪チャックでつかめば触れは100分の1ミリ以下にすることができます何はともあれまずは乾面を削ります ここに X 軸のシャフトが入る12ミリの正確な穴を開けていきたいと思います旋盤の作業をカメラで撮るアングルはなかなか難しいです今後改善していきますね11.7ミリの霧を持っていたのでそれで穴を開けています正確な12ミリの穴を開けたかったので 穴の内径を測るためにシリンダーゲーゲジを使ってみます1 2ミリに合わせたマイクロメーターを使ってシリンダーゲージの目盛りをゼロに合わせますそれを使って穴の奥の方や手前の方数箇所を測りながらどのくらい削るかを決めています。 1/1くらい大きくなりましたが良い感じに削れたと思います面取りも忘れては。 いけません削る位置にハイトゲージで印をつけました四つ爪チャックで芯を出してセンターで押すためにセンター穴を開けます 内ブセンターで支えて荒削りを始めました荒削りで親ネジをすり減らしたくないので手で送っています切り粉が手に飛んできて暑いですが我慢です切り込みは1ミリです1ミリであれば旋盤のパワーにもう少し余裕があります荒削りが終わりましたここはベベルギアが入るところです 16ミリで仕上げたいので粗削りは17ミリくらいにしましたカメラのアングルが悪いですねもう少し上から撮ってみますこれは中削りです粗削りで削ることができなかった部分を削って形にしていきます 16.3ミリくらいまで形を整えました。仕上げ削りをして計測です。16ミリぴったりに削ることができました。レベルギアを抑えるための m15 ミリのネジ部分。そして、ハンドルが入るための12ミリのシャフトの部分を削っていきます。 これでこのアダプターの大まかな形はできましたそれでは今回最も緊張する部分のネジを切っていきますネジ切りバイトはこんな形ですなんで刃先が左に寄っているかというとボルトの頭のギリギリまでネジ山を切るためです それとここの逃げ角は多めにとってください。ここの逃げ角が小さいとネジ、ね、山の側面に当たってしまいます。角度を変えて見てみましょう。ネ、ね、ジ山はビードがあるので横から見るとこのように傾いています。この傾いたネジ山に当たらないようにワイトを削らないといけないわけです。そしてこの角度は 荒いピッチになればなるほど、きつくなります。その角度を意識して逃げ角をつけてみました。60度の刃先をつけるときは、ライトを後ろに置いて光が漏れないかを見ると、わかりやすいです。バイトができたら、実際にネジを切ってみましょう。刃物台を29度くらいに、 傾けますこうすることでまっすぐ送る時よりも半分くらいの抵抗になりビビりにくいと思いますせっかく60度ぴったりに研いだバイトも傾いて取り付けたら意味がありませんゲージを当ててままっすすぐに取り付けま,すまずは軽く刃先を当てて。 見ます今回はピッチ1ミリ意外とバイトが進むのが速くて焦りましたきちんとピッチが1ミリになっているようですネジの根元まではチャックを手で回して手動でネジを切りますそして戻るのは旋盤を逆転します あとはこれを何回も繰り返します。まだ入らないようです。 その後何回か削ったらネジが入るようになりました面取りをすれば旋盤作業は一段落です良い感じに完成に近づいていますベベルギアが駆動をシャフトに伝えるキー溝、ぞを2枚刃のエンドミルで掘りました3ミリのキー溝です 2枚刃のエンドミルは別名スロットミル刃が左右に逃げず幅が広がらずに寸法通りに仕上がりますこれでシャフトの完成ですフライス板に組み付けていきますほうで作ったワッシャーです。 が入るテーパーをハンドリーマーで作っています。 位置決めをして m 六のネジ穴を作りました 1>, 1つ目のボルトを仮りしめしてその他のネジ穴も作っていきます。 マシンキーもガタはなく、うまくいきました。ここはベベルギアが外れないようにネジで止めます。今回は比較的簡単な止め方のダブルナットで固定しました。 ドルもテーパーピンで固定します。 最後にリミットスイッチを取り付ければ完成ですちょうど良いところに T 溝があるのでこれを使いますこの取り付けプレートをここに取り付けられるように少し加工しました 初めに言ったようにこのパワーフィードはテーブルの右につける設計ですそれを左に取り付けたのでリミットスイッチの動作が左右逆なのですが中のスイッチを入れ替えれば簡単に対処できましたさてきちんと。 動くでしょうか問題なさそうです ハンドルを手で回すと軽く回りますこれは駆動していないときはギアが外れる構造になってくれているようですねしかしこのシャラシャラという音が少し気になりますベベルギアのバックラッシュの調整不足でしょうかでもモーターで駆動したときは音は出ませんこのようなものなのか何かわかる方教えて くださいということで今回はミニフライス版の X 軸に電動のパワーフィードを取り付けてみましたこれでミーリングの作業がはかどりそうです皆さんのミーリングマシンにもいかがでしょうか次回はフライカッターを作ろうかと思っていますそれではまた次回お会いしましょう 哲夫がお送りしました。さようなら。